二 -23 から2もしくは二 -23 は第二次世界大戦後にソビエト連邦が開発した低空防空用の牽引式対空機関砲である。形式名のは対空砲画を意味するロシア語の頭文字であり A 字転写すると図となる。グラオーインデックスでは 2A13。二 -23 から2は合計 14.5mm のゼピットマイナス1に 4の後継として1950年代後半から開発が始まり、1960年に正式採用された。図 -23 からにはガス圧作動方式の2門の 23mm 口径 2A14 機関砲を、ゼピット -2 後期型の2輪と三脚を備えた砲画に搭載している。 牽引状態から車輪を折りたたんで設置させて、射撃準備を整えるのに30秒かかるが、緊急時には、牽引姿勢のままでも射撃は可能である。照準は、手動で行うが、改良型では、電動旋回機構が搭載されている。ZAP-23 光学機械式照準機に、目標情報を入力することでより正確な、対空射撃を行うことが可能であるほか、 地上の不評や、軽装甲車両を攻撃するための T-3、対地射撃用標準機も有している。ソ連において、約14万機が生産されたほか、ライセンス生産が、ブルガリア、ポーランド、エジプト、中華人民共和国で行われている。図 -23 から2を牽引するために用いられる、車両は、多数あるが、ソ連ロシアにおいては、 ガズ6 6四輪駆動トラックとガズ6 9四輪駆動車が特によく見られる組み合わせである。この対空機関砲の成功が後の自走対空砲時 -23 から4シルカの開発につながった。アフガニスタンに放棄された BMP-1 億の車両は砲塔を取り外した部分にズ -23 から2を取り付けているソ連の アフガニスタン侵攻において、ソビエト連邦軍は、図 -23 から2をジル -131 や、ウラル -4320 といったトラックの、荷台に積載して、ガントラックを仕立て上げ、ジ二 -23 から4シルカと共に、基地の警備や、輸送車列の護衛に使用した。工業格と高連車速度を生かして、山や切り立った崖の上から攻撃を仕掛けてくる。 ムジャーヒディーンに即座に弾幕射撃を浴びせることが可能であったため、ムジャーヒディーンにとっては恐るべき兵器の一つとなった。これらアフガニスタンにソ連軍が持ち込んだ図 -23 からには残置したままソ連軍が撤退した後にムジャーヒディーンによって回収され、今度はアフガニスタン側によってソ連軍の航空攻撃への対抗手段として使用された。 アフガニスタン紛争においても、ターリバーン勢力と、北部同盟の双方が、QK-32 ストレラニア、スティンガーミサイルといった対空ミサイルと合わせて、防空手段として使用した。ロシア連邦軍では旧式化に伴い対空ミサイルや、自走式対空砲に更新されていったが、軽量であることから現在でも、空挺軍などで使用されている。また、複雑な対空システムより安価で、 扱いやすく、耐久性が高いという特徴から、旧共産権を中心に、多数の国で使用され続けている。正規軍のみならず、重火器が不足しがちな武装勢力ですら軽車両で、牽引したり、後術のテクニカルとして保有している例が見られ、彼らにとって、貴重な耐久兵器、火力支援兵器となっている。イラク軍の MTLB、車体後部に、 図 -23 から2を取り付けている。図 -23 から2は牽引するだけでなく、正規軍、非正規武装組織問わず、トラックの荷台に搭載して、テクニカル的な運用をすることが多く、また、トラック以外にも MTLB 汎用走行車や M113、走行兵輸送車などの屋根に搭載して、自走式対空砲兼用の簡易不評戦闘車とする、こともある。 このようなテクニカルが好まれる理由は、対空機関砲を対空のみならず、地上目標を操作するために多用されるからである。珍しいところではアフガニスタンにおいて、BMP-1 不評戦闘車の砲塔を取り外して、兵員室の屋根に図 -23 から2を取り付けている例もある。これは、ソビエト軍の現地改造なのか、アフガニスタン政府軍もしくは、 ムジャーヒリンによるものかは不明である。レバノン内戦に多国籍軍として参加していたアメリカ海兵隊の地上部隊は1983年後半にズマイナス 23M による攻撃を受けた。この攻撃に対し当時の海兵隊スポークスマンはズマイナス 23M のような大口径機関砲を対人射撃に用いるのは戦時国際法で禁止された。 大きすぎる苦痛を与える、非人道的な兵器使用であるとの発表を行ったが、メジャー、W. ヘイズ・パークスは1988年に発行された海兵隊新聞にこの見解は誤りであるとの反論を寄稿している。このような図 -23 から2が対人射撃に用いられる様子は、リビア内戦においても、 両勢力がテクニカルに搭載した図 -23 から2を広く用いていたことが知られている。また、シリア内戦においても多用されていて、ピックアップトラックに装備された図 -23 から2が少なくとも1機のシリア軍ヘリコプターを撃墜しているビデオが YouTube に投稿された。図 -23 から2にストレラ -2M を取り付けた。 ツアー -23 から 2S ヨード、ポーランド陸軍のヒブンレッド自走式対空砲エストニア海軍の M314、サカラス総海底に搭載された 23mm、87、機関砲リビア内戦時、図 -23 から2が搭載された反政府軍の、テクニカルクルド人民防衛隊のトラックの荷台に、射撃姿勢で搭載して使用される、図 -23 から2。 ありがとうございます。